なんだっけ、なんか2回のやつだ。入ってます。あ、待って、なんかビデみたいなのがなんか起動してた。やだやだ、大丈夫？なんか音鳴りました、急に。え、なに？静かにして、ね、静かにしてよ、ね、男子。先生、男子が当たってくれません。うるさいです。化粧落とさないみたいな、一回。わかる。今動かなかったらうち、あの、いいよ、うん、ってなっちゃうから。でしょ、トロントロン。ちょっと待ってよ。これ、うちのユニフォーム。座っちゃダメ。座るな。静かにして。座っちゃダメ。いきなり大きい声出さないで。こんな汚かったっけ。絶対洗ったんだけど。違う、絶対じゃあ使わなくていい、じゃあ使わなくていい。洗ったんだけど。じゃあさ、あんたがさ、毎回毎回持って帰って自分で管理して持ってくればいいんだ。豚豚ごときで、豚ごときで一応お土産な。元をたどればお土産な。それをこの家に置いてってるうちってどうなわけ。入ってねー。お願い、でこういきなりこれやめて。ガチお願い。次やってる、本当にガチで彼本当に彼。いや俺そんでさ、その時マジやべえと思って焦って、いやいやいや、やばくない、それはマジでやばい。静かになった。え、めっちゃ白けたな今。え、誰も喋らない。やばっ、え、やばっ、怖い。今レートだったんじゃねえ、ここ。おい、こわっ、こわっ、すみ、こわっ。失礼いたします。なに、待って待って、静かになさってください。何してんの。お静かになさってください。え、化粧してるよ。分かっております。え、なんでなんでなんで。おい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 、うるさいね。おい、結構今日ネギリネギリとしてきたけどな。お嬢様はお嬢様らしく。何持ってきたの。何これ。絶対そんな気がする。確かに。どけどけどけ、あ、なんでだよ。水滴いっぱい出てるんだよ。汚いな、汚いじゃん。静かにだけはマジでダメ。静かにしろ。静かにしろ。静かにしろ。ちょっとマジで静かにしろ。うろうろすんな。してねえから。お前だからしてるの。オッケーオッケー。じゃあ、え、どうする。並ぶな。静かにしろ。静かにしろ。出せる、この声。じゃあ息を吸って大きい声出したやつが勝ち。これってこと。そうそうそう。じゃあ先行力いくわ。どっち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 どチン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 とか言ってた。チンチンって言われるんだよ、逆に。チン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 。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。楽しい。だっけ。いや、好きだ。あ、そう、今ピーだけ入れられてるけど、俺なんかチンコ呼ばわりされてるやつと思われると思う。静かにしろ。今んとこあるよ。ピーぐらいやろ。間なかった。笑ってるよ。カルマちゃん、カルマちゃん。ということで、今日はかの有名なベニーランドに来てます。はい。前もいろんな遊園地の怖い、はい、怖いんだけど。ちょっと静かにしてもらえる。
ビービーオブジェクト略奪きり、うちのお部屋に男の子がいたらどうなるか、ナイス成功、イエーイ。静かに笑わせようよ。挑戦してみてもいい？いいよ。リンリンを笑わせたい、うん、どうなんだろうな、リンリンの笑いが。大丈夫ですか？来ないたまになんかわかんないけど、そうそう、今それそのなんか体当たり系の笑いなのか、うん、クオリティで笑わせるのか、うん、のどっちかの、はいはい、で私19年間あんたと一緒にいて、うん、どっちがあんたが爆笑するかって言ったら、うん、結構クオリティ系なの、うんうん、話の質で爆笑させるみたいな方が、いやいやいや、あんたは爆笑するんでしょ。いや、そっちの方が好きだもん。でしょ、うん、だからむずい。で、難しいの人を笑わせるなっていうのはどこ？え、なんか難しいの？そう、難しいでしょ、うん、ね、でしょ、こういうなんかこういうのじゃ笑わないでしょ。そんなもん、そんなもんこんなもんですから。あ、すごい。